高3の娘がメイクアップアーティストと志望し、メイク系専門学校気分のところ、母親である私が、日大と年張りにある4大に通いつつ、夜間メイク専門学校にも通い、資生堂など大手の化粧品会社に就職はどうか、専門学校の知識を借り、商品開発にも携われるかもよ、と提案したら乗り気になりました。しかしこれあくまで私の無知な思いつきのアイデアで、今とこれからの世の中の正解かはわかりません。大手化粧品会社就職の方はありませんか？ないと思います。ちなみに部活顧問はニットコマッセン、G、マーチ、推薦枠あり。資生堂とかデパートとかで、化粧品売り場にいる人って、基本的には正社員じゃなかったりするんですよね。あくまでその契約社員とかだったりするので、なので、メイクがうまいとしても、それで一生食えるってなかなか厳しかったりするんですよ。なので、メイクがうまかったからといって、資生堂に就職できるわけでもないですよね。今、資生堂ってどういう人が欲しいのっていうと、いい化粧品を作ってっていう、要は薬学系とかだったり、化学系とかを卒業した理系の大学生と、それと、その化粧品を、すげえおしゃれだよね、これ買うととか、これつけると美人になれるかもって誤解をするための広告宣伝、マーケティングの方の人たち。要は電通さんとかと仲良くして、そのクリエイティブを良くする人たちっていうのが重要で、そのデパートとかの店頭でメイクが上手い人って、そこまで重要でもないんですよ。なので、そこはもう契約社員に任せて、で、やっぱりその若い人で、ぐるぐる回した方が給料が安いので、なので、例えば40歳とか50歳とかでデパートの、店頭に立ってる人ってあんまいないんですよね。管理職はいますよ。その管理職の人で、そのデパートの店頭で40、50の人いると思うんですけど、じゃあその下で働いてる人って、なんだかんだ言って20代で、せいぜい30代なので、なので、メイク自体が好きなのかっていうところの話で、もうメイクが好きだったら、資生堂とかじゃなくて、普通にメイクアップアーティストとかスタイリストとか、そっち側に行った方がいいと思うんですよね。